体内気持ちの中もイエス、この動画をご覧の皆様、グッドボタン及びチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、今回はですね、まあ共通テスト対策の話をちょっとしていこうとは思うんですが、まあ今回どういう趣旨でやっていこうかっていうと、もしまあ僕がですね、受験生だとして、共通テスト対策をどんな参考書でどういうことを意識してやっていくかっていう話をちょっとしていこうかなと。武田塾チャンネル。皆さんの状況は実際僕とはね、完全に一緒ってことはないと思いますし、ね、僕のやろうと思う対策とか考え方っていうのが必ずしも一致するわけじゃないと思うんですけど、ただ実際にこういう動き方するっていう話をされた方が、まあイメージしやすいかなっていうところがあると思うんで、まあ自分がね、実際に対策とかを考える時でもこういう視点で考えていくみたいな話ね、ちょっとは参考になればいいなとは思って、その話をしていこうと思います。まあまず今回の動画はですね、まあ全教が共通で基本的な考え方の話をちょっとしていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあまず基本的な考え方なんですが、まあ事前準備というか、共通テスト対策に入る前にまず何をすればいいのかっていう話ですね。まあ英語なんかがね、分かりやすいので、言っておくと、まあ、簡単に言えば基礎知識は終わらせておきたいと。要するに共通テスト対策の参考書を1冊目にやるっていうのはできるのかできないのかって話がまずあるんですけど、共通テスト対策の問題集を見ることはあるかもしれないけど、そのいきなり解こうとはしないですね。まずは基礎知識入れようっていう話で始まります。だから例えば英語だったら、まあシスタン、まあこれを1200ぐらいまでですかね、とまあ速熟の熟語はできればやりたいかなっていうのと、シャドーイングをまあ一通り仕上げておきたいかなっていうところ。まあこれは読むスピードを上げたいっていう目標があるからですかね。あと、肘井先生のゼロから英文法と、まあ肘井先生のソリューション1ですかね。あたりは、まあできればやっておきたいかなっていう感じ。で、解釈は、まあ時間あったらやるけど、まあ、なかったら最悪カットするかなっていうふうに思います。もう共通テスト対策だけなら、共通テストの長文読みまくればいけるかなとも思うんで、まあ最悪解釈やらないと読めないならやるけど、まあやんなくてもいけそうだなって解いてみて思うなら飛ばすと思うんで、一旦文法と、まあ、長文一冊はとりあえずやって、まあその後もういきなり共通テストの問題集に入っちゃいます。で、数学とかでもそうですね、基礎知識、公式とかね、一通りの問題集、まあ基礎問とかですかね、あのあたりを一旦仕上げようっていう感じになるかなと。まあ社会とかでもインプット用の参考書、まあ一問一答とか、まあ2レベル定着とか、マルチトレーニングとかですね、あの辺のまあ知識系のやつ1冊仕上げて、まああと講義系1冊用意してやっていくみたいな感じで、まあとりあえず何もしない状態で共通テスト対策はまあ基本始めないかなっていうところですかね。はい、まあこれが事前準備って話になるんですけど、で、次に目標点、まあ、何割を目標にするかって話なんですけど、僕は基本的に一旦8割目標でやると思います。その仮に最終目標が7割だろうが9割だろうが、一旦8割を目標にします。これなんで8割かっていうと、正確には8割目標じゃなくて、各大問を1問ミス以下に抑えるのを目標にするっていう感じですね。そのために大問ごとに対策をしていって、それができるのかできないのかで、まあ その後の得点を判断していくっていう感じですかね。まあ全部がね、1ミス以下に抑えられるんだったら、まあ8割台はいけるかなっていう感じだとは思いますし、それができないなら、まあ7割。逆に、あ、ここは完登できるなみたいな問題があるなら、まあ9割とか、さらに上を狙っていけるかなっていう感じなんで、まあ8割っていうのが1ミスが許されるレベルっていう発想で考えると、だいぶ自分の中で設定しやすいので、各大門を1ミス以下に抑えるっていう目標で、大門ごとに潰す。これが基本的に僕の方針になるかなというふうに思います。で、時間配分、制限時間などの目標に関して、なんですけれども、基本的に時間を意識するのは英国数だけかなと。まあ理科社会はもし足りないことがあれば考えるけど、基本共通テスト の思考問題とかのね、状況を見てる限りだと、まあ時間が足りなくなる可能性が、まあ、自分の中でもあるとすれば英国数かなと。まあ実際は自分はそのセンターとかの時でも国語が時間足りないってことはまあほぼほぼなかったですし、
まあ英語もまあまあ時間は合わせたんで、多分自分自身は解きまくってれば大丈夫かなとは思ってるんですけど、ただ実際例えば生徒にアドバイスするときとか懸念されることとして時間が足りない可能性がある科目はどれかなって考えたら、やっぱり英語と数学と国語が最初に気にするかなっていう感じなんで、まあ、そこを気にしていくかなと。で、時間配分は結構機械的に大問で割ったりとかで結構割り振っちゃうかなと。数学だったら多分大問数で制限時間で大体割って出しますし、まあ英語だったら例えば前半は10分、後半は15分とか、そういうなんか結構アバウトな決め方をすると思います。その時間でやってみて、実際その大問ごとにまあ練習していくんで、その大問ごとに、じゃあ例えば10分って目標を立てたけど10分以内に終わんなかったところはどうしよう、あるいは10分よりもっと早く終わるところあったらその分どこに回そうみたいな感じで、そのアバウトに決めた後実際に解いた印象でその変えていくみたいな感じでやるかなっていうふうに思います。続いて、使う参考書なんですけど、メインで使うのは共通テスト実践模試か、まあセンターの過去問ですね。赤本か黒本か。まあ自分は正直まあ赤本使うかなというふうには思いますかね。共通テストがね、設問として独立し出してくれてるんでっていうところですかね。で、基本共通テスト実践模試優先でやります。で、ないやつはセンターの過去問使うっていう感じですかね。で、それが終わったら、予想問題パックを、まあ、出てるやつは、河合、寸大、Z 回は3つ全部やるかなっていう感じですかね。時間が余ってでなかったらやらないかもなと思いますけど、基本3つともやる前提でいくと思います。なぜかって言ったら点数のイレギュラーが怖いから、やっぱりその本番の前提でやりたいからですね。で、実践模試は大問ごとにやります。リスニング以外は予想問題パックは全部時間計ってガチでやります。まあ、こういう分け方でやっていくと。で、決めるとか短期攻略とかみたいに共通テストの問題集系統は実際の実践模試の手応えを見て決めると思います。まあ、おそらくやるだろうなと思ってるのは数学ですね。他は共通テスト対策だけでなんとかなんないかなって思ってやると思います。で、どうにもなんないな、ここっていうのが出てきたら、まあ、追加でやるかなっていう感じですかね。まあ、もし僕が共通テスト受ける対策をするとしたら、こんな感じの方針で、まずは全教科、総合的にはやっていくかなと思います。で、続いてはですね、次の動画では、まあ、じゃあ科目ごとっていうことで、まあ、試しに英語のリーディングとリスニング、それぞれ自分だったらどういう対策するかっていうのを、話していきたいと思います。今回は以上です。タケダ塾公式アプリ、ズームタケダの Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。